こんにちは、コーチングアーツです。さあ、コツの話続けています。2つ目のテーマ、コツの地平性。コツとはどういうものだという話をしている中での2つ目の見方、日常的、まさに日常性という話ですね。コツの日常性と出会いというお話でございます。まあ当たり前ですよね。じゃあコツって日常的なもんだよとした時に何が言えるかっていうと、よく言うとこの職人の手さばきとか、まあ視聴の方が多分多いのか、スポーツにおける高いレベルのパフォーマンスとかいうのには、まあコツって使いやすいですから、一見すごく研ぎ澄まされたね、研ぎ澄まされて非常に特異的なスペシフィックな、そういうことを持ってコツの住む世界と思いがちなんですけど、決してそうではありませんよということの日常性ということです。何かというと、例えば歩き方、歩行ってこう書きましたけど、子供が仰向けからうつ伏せ、ハイハイからつかまり立ち、そして立位をなんとか覚え歩くみたいな、ここにも少なからず動物的ではあるものの、やはり歩き方のコツっていうのは存在する。うん、なるほど、まあ当たり前ですけどね。で、日常の我々の行為行動の中にも一つ一つ実はコツというものが存在している。その頂上に今言ったような職人の手さばきとか、ね、スポーツパフォーマンスとか、そういう世界のことも当然存在するんだけど、決してその中だけではありませんよ。日常の我々の人間的行為、行動、動作ね、一つ一つがやっぱりコツというものでこう固められてるっていったらちょっと表現が適切かあれなんだけど、コツがコツを生み、コツがコツを生み、コツをコツで取り囲むというかいうような、まあ、構造のようになってるんで、ね、一つ一つのたかが歩行、たかが立位、またはここにも書きましたところの道具の使用、小学校に入って鉛筆でシャーペンで字を書くっていうとペンに慣れていく、でペンを使うコツを覚える。そのどうだろう、ペン使いの行為の、ペンの使用の行為の、まあコツと言えるのかわからないですけど、私もね中学時代に流行ったんですよ。ペン回しってあるでしょ、あれにもやっぱコツがあるじゃないですか。でうまいやつね、いろんな何種類もやるじゃないですか。パパパってやってみたり、いろんなね、まさにこう曲芸のような、曲芸って言ったら大げさかね、こう一つの芸のようなこうコツをつかむ子が出てきて、みんなそれ真似しますよね。あれの中にも当然ペンを使うにあたってのこう何かコツっていうのが当然存在するわけです。なんとなくなので、あらゆることが全てコツに取り囲まれてるんだということ、特別ではないよということで、まず、改めて我々の当たり前の行動、立ち上がって歩いてなんとかっていうコツなんていうのには全然焦点が当たらない、ね、ものですらそういうもんなんだよねということで見返していただきたいんですよ。これ非常に大事なの、以降の説明していくにあたっても非常に大事なポイントになっています。コツの日常性ということ、この後に出会いって書いてますが、これも重要な認識になってくるので、またこの後になりますけどね、この日常的なコツの発生、に際してのお話をしていきます。次はね、じゃあそんな日常的なコツ、どういう条件を与えられればそれが発生するのということでの2段階。第1段階とすると、ここね、身体条件の具備×学習と書いてますが、やはり人間ですから、これね動物もそうではあるんですけど、基本はやっぱりね学習なんですよ。学習によってつかまれるコツ、動物的なまたは人間的な。何が言いたいかというと、体の条件が全部揃ってるとね、四肢ね、5体満足だと、胴体と両手両足しっかりちゃんとついてるんだと。というのがいわゆる身体条件の具備ですよ。けどそれだけではコツはつかまれないんですよ。そこに学習というものが相まって初めて生きるコツ、生きるための体を通した体を投入した学習、身体知、コツっていうものが現れると、立ち現れると、掴み取るということでございます。よくある例です。これはどの哲学者または教育学者もね挙げる例で、私もそれぐらいしか材料はないんですけどね、狼に育てられたアマラとカマラみたいなね、言うたら体で言ったら5体満足なのに、人間社会という、また親という兄弟という親戚というおばあちゃんという教材がなかったもんで、人間、そういう人間として生きるための学習がなされないと得られないという一つの例は、この側面からもできるんだろうなと思っていますね。重なし体だけあってもしょうがない、学習という環境性にあってこそ初めてコツというものが、人間としてのコツというものが発生するよというのが一つ目で、もう一つこれ大事なんですよ。さらにコツとして角度高く間違いなく掴み取る、コツを掴み取るためのこれ条件というか、まあ条件かもしれない。これ金子先生の教科書の言葉そのまま使ってますけども、移調可能性と表現されてます。移調可能性、これじゃ分かりにくいですよね。移調可能性、これ書いてます、これ下の米印。ある動作のさまざまなる状況下での体験と運用力、このある一つのことが状況変わってもどんな時でも、状況変わってもどんな時でもその行為行動が表せた時にコツをつかんだという話になるわけです。それをもって移調可能性なんていう表現がされてますね。どんな時でも。教科書の例でありましたのが、指でできることは足でもできるんじゃない、足でできることは指でもできるんじゃないっていうの、これも移調可能性ですよね。なんとなく例示するとよくお分かりいただけると思うんですけど、この学習という側面で一般用語ではないですがよく使われること、トランスファー、転移なんかもまあ近い認識ですよね。近いことを捉えた言葉だと。トランスファー、転移、または認識、これもそうですよね。認識を持つと自在な応用が可能ですから、どんな時でもどのように展開できるという、いわゆる認識の逆っていうのは暗記ですよね。ただ覚えただけじゃなくて、認識として持てた時にはどうあっても崩してもどう崩されてもそのものを掴むことができる、掴まれているいうこと、まあ言語の世界で言えばどうとも言うことができるっていうことですよね。いろんな言い方ありますけど、この教科書の中で移調可能性、ある行為がね重なるんですけど、どんな状況でも運用できる姿、これをもってコツをつかんだと言えるんじゃないかという条件付けとして書いてあります。なんとなく人の持つコツっていうものは、そう体と学習、体の条件と学習、でもその学習においても移調可能性、どんな時にでもそれが自在に運用できた時に、あ、十分コツをつかんでるね、君コツつかんだねと判断ができるわけです、なんとなくこの納得いくところですよね。さあこの発生、発生イコール出会いの意味を含めての解説なんですけど、この後にねもう一つ二つちょっと子供の世界に入って解釈してみたいんですよ。そうするとよりね大人前とした中だとやっぱりほぼ無意識化して当たり前になっちゃってるんで分かりにくいんだけど、本当の人間の動きのコツ、身体知、体で分かるっていう世界の意味と価値はやっぱり子どものプロセスを描写すると非常にまた理解も深まるんで、この後ね、このコツと出会いというところをね、子供時代になぞらえた表現で、解説をします。お待ちください。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。